マリオ・アンチッチは、クロアチア・スプリット出身の男子プロテニス選手。クロアチアの先輩選手ゴランイワニセビッチと同じ、スプリット出身で、顔立ちも試合中の挙動もよく似ていることから、イワニセビッチ2世と呼ばれることが多い。人気テレビゲームの、スーパーマリオブラザーズにちなんだ、スーパーマリオというニックネームもある。シングルス自己最高ランキングは7位。男子テニス国別対抗戦。 デビスカップ2005で同僚のイワン・リビチッチと共にデビスカップクロアチア代表を初優勝に導いた ATP ツアーでシングルス3勝ダブルス5勝を挙げた身長 195cm 体重 81kg の長身選手妹のサンヤ・アンチッチもプロテニス選手になった7歳からテニスを始め10歳の時から ご覧岩にセビッチと一緒に練習するようになった。ジュニア時代には、2000年ウィンブルドン選手権、男子ジュニア部門で準優勝がある。2001年に17歳でプロ入り。2002年ウィンブルドン選手権1回戦で、アンチッチは、第7シードのロジャー・フェデラーを6から3、7から6、6から3のストレートで圧倒した。続く2回戦で敗れたが、この勝利で、 岩にセビッチ2世は一躍有名になり、現地イギリスの新聞から、スーパーマリオのニックネームも付けられた。2003年は、全豪オープンで、フアンカルロス・フェレーロとの4回戦まで進み、全仏オープンの2回戦では、第1シードのアンドレアガシに7から5、6から1、4から6、2から6、5から7のスコアで逆転負けを喫した。 2004年ウィンブルドン選手権で、さらなる成長ぶりを見せ、アンディロディックとの準決勝まで進出したが、4から6、6から4、5から7、5から7で敗れている。同年のアテネゴリンにもクロアチア代表として出場し、イワン・リビチッチとペアを組んで男子ダブルスの銅メダルを獲得した。この年は、ATP ツアーで4度の準優勝があり、 あと一歩でツアー初優勝を逃していた。2005年6月、アンチュッチは、ウィンブルドン選手権前哨戦の一つである、オルディナオープン決勝で、ミカエル・ロドラを7から5、6から4のストレートで下しついにツアー初優勝を、飾った。同年10月にジャパンオープンテニス選手権にも出場、ここでも決勝に進出したが、対戦相手のウェズリー・ムーディに6から1、6から7、 4から6の逆転で敗れ、年間2勝目はならなかった。12月2日から4日、デビスカップ2005決勝でクロアチアとスロバキアが対戦した。会場はスロバキアの首都ブラチスラバで行われたが、アンチッチとルビチッチが活躍し、3勝2敗でクロアチアにデビスカップ敗発優勝をもたらした。2006年全仏オープンで、 初めて全仏準々決勝に進出したが、フェデラーに4から6、3から6、4から6のストレートで敗れた。オルギナオープンで大会に連覇を達成した後、ウィンブルドン準々決勝でもフェデラーに連敗する。ウィンブルドン終了後、アンチッチは初めての世界ランキングトップ10位を果たし、自己最高の7位に食い込んだ。しかし、 2007年初頭から伝染性胆管症に悩まされ2月から半年間の先線離脱を経験した。アンチッチはウィンブルドン1回戦でフェデラーを破った2002年、地元にあるスプリト大学の法学部に入学し、2008年4月に大学を卒業した。大学卒業から2ヶ月後、彼はオルディナオープンのダブルスでユルゲン・メリツァーと組んで優勝し、 ダブルス通算5勝目を挙げた。ウィンブルドンでも2年ぶりの準々決勝に勝ち進み、ここでもフェデラーに敗れた。2009年には、胆管症の再発を受け、同年5月のオーストリアオープンに出場したのを、最後に療養のためまたもツアー離脱を余儀なくされた。2011年2月21日、アンチッチは現役引退を発表した。 引退後は弁護士を目指している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール開戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選開戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン。 PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。PROATHLETESONLY.com。E e、ATPS、アンチック、アーンズローディグリーフロムユニバーシティオブスプリットイン、クロアチア。2009年7月2日閲覧。 t e n n i s 3 6 5 n e t アンチッチがデビスハイ米国戦に不出場隊長が再び悪化2009年7月2日閲覧 daviscup.com アンチック2ミスデイビスカップ2009年7月2日閲覧ロイターテニスイコールアンが26歳で現役引退弁護士目指す2011年2月22日閲覧 ありがとうございます。